今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場想定しつつ、明日買って明後日儲かる銘柄を勝手に予想する静かですけど、明日はこれを買え、週末版ですので、静かですけど来週はこれを買えでございます。いろいろやることがあるんですが、とりあえず今夜の予定をパッと見ます。アメリカ8月個人所得支出が、個人支出9時半発表、PC 小屋デフレーター発表、シカゴ購買部協会景気指数22時45分発表です。アメリカの決算発表、カーニバルコープの決算発表があります。では、国内の決算発表をすでに出ているところですね。注目はスギホールディングスとジャステックあたりかというところでお伝えしておりました。スギホールディングス、ざっと上期決算 3% 増益で着地だそうです。ちょっと足りませんかね。でも通期の予想が経営年 2.3% の増益予想なんですよね。だから会社予想からするとまあまあ上振れ、営業利益はちょっと足りない、まちまちですかね。純利益ベースでは上回ってるって、そんな感じでありますんで、ちょっといかんとも判断しがたい感じ。スギホールです。ちょっと物足りないって言われるかもしれないですけどね。ただその分ちょっと軟調ですんでね、株価的には許してくださいって感じです。ちょっとちっちゃくしなきゃいけないですね。こうか。はい。ということで、そんなスギホールディングス。そしてあとジャステック。ジャステック。わ、今日売られてるんですね。これ先回りで売られてるってことは、どうなんでしょうか。第3クォーター、経営トレード 30% 増益ですが、ですが、わー、どういう、一応今期、通期でも減益予想なんですよね。で、第3クォーターの時点では 7.3% の減益だそうです。まあ、こんなもんかなっていう感じな気はしますけどね。補足資料出てますね。こっちで見ますか。ジャステック。売上高は計画に達しなかったものの、情報、金融保険、電力運輸などがダメだった。情報通信、製造業向けが売上高に達して全体として 1.4% 増加。経常は売上高の増加及び原価率の改善等により 12% 増加。はあ。財務はまあいいとしてですよ。なんか見にくい資料ですね。なんかよくわかんねえな。あれ見にくい資料ですね。普通に単身で見ましょう。で、結局何なんだと。このような環境下、まあ、IT 人材不足感、人が足んねえと、全事業年度に引き続き積極的に幅広い業種からの受注獲得を展開と、頑張ったよということでありました。で、修正業績予想と比べ、売上高は、金融と電力運用が計画に達しなかったんで、ダメだった。金融保険の割合が高いんで、ちょっとここは頑張ってくれないと本当はダメなんですよね。で、ただ、情報通信とか製造業は頑張った。で、結局 1.4% の増収となりました。利益面はコスト削減も頑張りました。なので、業績予想上回りました。だそうです。なんか、よくわかんないですね。なんか、いまいちよくわかんない。ということでした。まあ、月曜日、どっちに動くかというところですね。
6月の末かなんかに下方修正、今期の決年を、今期業績下方修正出してるんですけど、そこから、すると、だいぶ戻ってきたかなっていうところなのかなと思っております。来週の予定バッと見てみましょう。1日月初、日銀短観の発表です。怖いですね。どうなりますでしょうか。あと自動車系の、販売台数の統計出ます。あとは日経平均株価の入れ替えがありますね。サイバーエージェント、サイバーエージェントがですよ、町田のサッカーチームを買収するみたいな報道があって、マジみたいなことでですね、その町田のが J1 に上がれないっていうのが、その、なんかその辺のスポンサーの関連らしいんですね。いや、私よくわかんないんですけど、っていうのがあったりとかするらしくて、そのね、サイバーエージェントがね、新しく入ってくるということであります。そして上場企業の株式の売買単位が全部100株に統一されているということで、あのアローズのなんかでっかい画面のところもみんな100株みたいなこと書いてありました。来週とか行っちゃうともう間に合わないかもしれないですけど、こんな感じでした。でアメリカ8月の建設支出と ISM 製造業景況指数発表になりますので、ご注意ですね。ノーベル医学生理学賞が発表になります。なんか関係あるといいですけどね。バイオベンチャーとかね。中国お休みです。決算発表。島村が出ますが、ちょっと今期は良くないんじゃないかと思っております。外しました。大石環境ソリューションとか大石がありますが、前回痛い目見たので、ここはパス。ストレートにドラッグストアクリエイト SD ホールディングスと急送流通システム。こちらで行きましょう。物流はやっぱりいいんだろうということで、急走と、あとクリエイト SD。あんまり皆さんご存知ないかもしれませんが、私の家の近くにはクリエイトがあったんですね。忘れちゃった。ということで、この2つやります。2日、9月のマネタリーベース消費動向調査発表です。で、決算発表、急走の次の日に、その親会社というかなんとか、キューピーですね。青旗 KTK 金子平和堂、アルプラザ。放電精密とかね、ちょっと気になるんですけどね。北家とか、ライトオンとかが復活してきてるのかどうなのか。随行。前回やりましたね。随行ね。とか、発表になります。ちょっとまだ決めかれてます、この辺。ストレートに、でも、やっぱちょっと食料品はやっぱ怖いな。放電精密。で、また来週考えます。はい。月曜日の、明日はこれをご覧ください。ノーベル物理学賞発表になります。ペイチェックスの決算発表あります。インドがお休みです。3日、良品計画がありますんで、ストレートにこの辺に良品計画、ウェルシアで多分行くと思います。あと、東京個別指導学院、この辺ですかね。丸書き換えとかちょっと気になりますけど、一応そこの2つ、あと東京個別指導辞典ぐらいな感じで考えております。アメリカ ADP 雇用統計発表。そうですね。第1週目です。ISM 非接続景況指数も発表になります。ノーベル科学賞の発表もあります。文学賞がないからもう、ね、本屋さんがあんまり今日上がらないと。こちら、韓国お休み。レナーの決算発表あります。4日。投資の日ですからね。10月4日、投資の日。投資の日は結構強いんで、ここはもう買いに行きましょう。前日買っときましょう。クリック&リバーとかちょっと気になりますね。あと、富士越とかがどうなのか。毎日コムネットは、別にかな。クリック&リバーですかね。注目は。またお伝えします。そしてアメリカ、8月の製造業受注発表。コストコ、あとコンステレーションブランズ、決算発表あります。週末5日、家計調査、毎月勤労統計、景気動向指数の発表があります。決算発表一番、いや、ココイチですね。あと、坂田の種、パソナ。人材関連、パソナがストレートに行ったらそうですかね。あと、ヤクオド。ね、その辺でしょうか。システムインテグレーター。この辺もいいですよね。今、調子いいですから。あと、シリコンスタジオとか、CRI ミドルウェアがいいんで、シリコンスタジオもよくてもおかしくないんじゃないかなっていう感じがしますが、どうでしょうか。こんな感じかな。レノバ。そんなところかと思っております。アメリカの方、雇用統計ですね。なんといっても雇用統計でありますので、いかがになりますでしょうか。で、本当はアトラクティブストックスのところでやりたかったんですが、推奨銘柄の動向、ざっとだけ、もう本当にざっと、時間がないんで、ざっとだけ見ておきます。この主力5銘柄だけ、とりあえず見ようかなと思ってるんですけど、はい。ベクトルはさっきアトラクティブストックスのところで見たんで、そちらを詳しくはご覧いただければ結構です。今日は2800
1883円というところですね。3割ぐらい上がってるよってことでした。レーザーテック4035円で、お伝えしておりますが、まあちょっとマイナスか、1割弱マイナスで、一番ひどいのがここですね。ハーモニックドライブシステムズ、5880円で推奨しておりますので推奨したタイミングが、4月16日の始めが5880円ですので、だいぶやられてると。3割弱やられてる。あとアイスタイル、これが1431円でしたんで、マイナスですね。1割までいかないですか、数パーセントマイナス。あとは、ビジョン。ビジョンは3110円でしたんで、1800、まあ 60% ぐらいプラスですかね。まあ私はもうベクトルとビジョンになんとか助けてもらってるような感じで、まあこの5銘柄トータルプラスになってますんで、同じ金額ずつ買っていたら。ハーモニックのマイナスはきついんですが、言っても 30%40% ぐらいのマイナスなんで、まあビジョン一人でやっつけられると、そんな感じでありますんでですね。まあそれを思って、まあなるべく業種ばらけさせましたんで、まあこれが分散の効果だと、そういうことであります。よかった本当に。ストレートになんか固めたらね、設備投資関連に固めたらもう今えらいことになってますからね。ということで、であとちょっとざっと見ましょう。時点の銘柄 PR タイムズ、これ1985円でしたね。4月16日、でした。もうざっと見るだけで今3155円というところですね。あとジャパンマテリアル、この辺はちょっと弱くてもしょうがないかなっていう感じですね。でも意外と上がっている。4月16日時点1408円でした。1割もは上がってないけれども、まあ1割弱上がっている。あとここもちょっときついですね。フェローテックがきつい。あ、ここが実は一番きついんですね。まだ安いんですね。フェローテック2798円でした。半分以下。あ、ここがきついんだ。あとちょっと UMC エレクトロニクス、ここも増資売り出しやったんでですね、それでちょっときつくなっちゃってるんですね。UMC エレクトロニクス2750円でした。あと、思いのほか業績が悪かった M&A キャピタルパートナーズ、これがひどかったですね。8810円ですよ。4月16日、これきつかったですね。あとアークランド坂本、これが1652円なんで、まあちょっとマイナスですかね。まあ、やっと戻ってきた。活躍パワーを出せということであります。で、まあ、もし、バイオベンチャー入れるんだったら、ここかなっていうことでお伝えしたペプチドリーム、5050円でした。まあ、1割マイナスですかね。まあ、まだいい方ですか？どうですかね。あとは、量子コンピューター関連、フィックスターズ。ああ、戻ってきちゃいましたね。1550円だったんですけどね。まあ主力5銘柄で今稼いでくれてると、そんな格好であります。はい、ちょっとあとはいまいちですね、その時点の銘柄がというところでありまして、で下期に向けてちょっと新しい銘柄をいろいろ探そうかなと思っております。ちょっと今日全然すいません、間に合わなかったんですが、また近いうちにやりたいと思いますので、はい、では明日の個別銘柄ずわっと見ていきます。まずは土屋ホールディングス。今期の見通しですね。今期、あの来月終わる期、18年10月期の見通しです。営業赤字4億9500万円の見通しを発表しておりますんで、これはスコーンと売られてしまうかもしれないですね。土屋ホールディングス。ちょっと話題になってバーンと跳ねましたけど、落ち着いてしまいそうな感じですね。フュートレック。グローリーが TOB すると。これは、子会社化するんですかね。グローリーの目はごまかせないっておなじみの、あのグローリーですね。無駄に今ポーズつけてやってしまいましたが、ワイプつけてなかったですね。今期赤字なんですね。今期決め一点赤字に下方修正みたいなのがあって、それもちょっと今期これきついなっていう感じなんでしょうね。フュートレックね。で、完全子会社化するかどうかですよね。一番気になるのはね。よ。出しますね。ちょっと条件は、詳しくは、証券会社のお知らせをご覧ください。ちょっと長いな、もう。
子会社化するみたいなことまでは書いて、見えもちょっと長いな、もう長いもうちょっと条件が長い。結局何なんだ。これはこんな長い文章を書いて何が楽しいんでしょうね、本当にね。もう今日から本当に。やっぱりギュギュッとまとめるってこともすごく大事だと思うんですよ、私は。上場廃止を基礎とするものではありませんので、上場は維持するので、まあ申し込みたかったら申し込んでくれってことですね。細かい条件は証券会社のお知らせなり、対面証券使っている方はそちらの担当者の方にご相談ください。では続きまして、アダストリアグローバルワークス、上期の営業利益5億2900万円、前年同期 86% 減ですね。厳しいですね、アパレルは。本当にしょうがない。パレモ、上期の営業利益5億7600万円だそうです。絶好調ですよ、意外と。通期予想に対する進捗率は 88.6% だそうですんで、バカにしちゃいけないパレモホールディングスでした。クラウディア、18年8月期の終わった期の、着地ですね、業績発表しております。営業利益1億9600万円、前期比 34.4% 減ということであります。岡山製紙、業績予想の情報修正ですね。上期の営業利益が2億5000万円と予想しておりましたが、3億6000万円に情報修正で、前年は赤字1億5600万円の赤字でしたので、一気にプラスに転換して、でさらに情報修正と、調子がよろしいということですね。カタクラコープアグリ、自社株買い発表しております。発行済み株式数の 1.69% に当たる17万株を上限とした自社株買いを発表です。あとは森村グループのりたけ、19年3月期の営業利益予想の修正ですね。業績予想の修正、情報修正です。営業利益予想は53億円から66億円に情報修正、前期比 4% 増と見ておりましたが 29.4% 増に情報修正です。森村組はのりたけだけ私はあんまり情報を持ってないんですよね。 TOTO とか日本特殊陶業とか日本外資は話を聞いたことがあるんですが、のりたけだけあんまりそういう IR 活動を積極的にやってくれないんですね。ERI ホールディングス、第一クォーターの着地です。営業利益1億2500万円ということでありました。前年同期比で 169.8% 増。強いです。富士ソフト SB。10月5日にジャスダックから本則市場、東証2部への市場変更が決定いたしました。おめでとうございます。富士ソフトの子会社ですね。エルナ、太陽誘電が完全子会社化することを発表しました。エルナ1株に対して太陽誘電の株を 0.25 株割り当てるということですね。あ、そうですよ、おめでとうございます。ミマス半導体、第一クォーターの決算発表でした。営業利益は14億9500万円、前年同期比で 24.4% 増。数字はいいんだけどね、見通しと比べてっていう感じなんですかね、どうなんでしょう。ウィザス、学研と資本業務提携発表しております。学研も見ておきますか。こんな感じです。ということでありまして、以上明日の個別材料、来週の個別材料かでした。為替明日、まあ来週の想定考えましょう。113円台前半ということで、まあそんなに動けないですかね。113円、まあ後半まで行ってくれるといいですが、とりあえず113円台で行ってくれりゃいいなって感じですよね。ヨーロッパなんですが、
ちょっと軟調です。イギリスもマイナス、まあ、これ15分ディレイなんで、今 0.12% のマイナス、フッチ 0.12% のマイナス、ダックス指数、ドイツダックス指数は今 0.75% のマイナス、まあ、これとそんな変わってないですね。フランスキャック指数も 0.43% のマイナス、あとスイス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア等々、ほぼほぼ全面安です。デンマークぐらいですかね、プラスなのは。っていう感じですので、ちょっと重たくなってしまいましたね、ヨーロッパ。日経平均先物はしっかり50円高っていう感じなんですが、ヨーロッパが弱い。まあ政治、ヨーロッパのいろんな政治不安とか、うんぬんとかっていうのは、まだね、いろいろある。ってこんなことなんでしょうけど、あんまり我々は気にしてないですよね、正直ね。そこがまたいかんところ。またふっとこう、その問題が勃発してきますんでね。忘れた頃にやってくるということであります。CME ニューヨークダウ先物は 26,453 ドルです。日中もうちょっと高い場面ある500ドルぐらいのところもありましたが、ちょっと下がってきてしまいました。昨日の、まあ、早朝か、まあ、昨日の、現物ニューヨークダウの指数と比べると13ドルプラスっていうぐらいなんで、ちょっと弱くなってきちゃったかなっていう感じですかね。これだけ上がりましたんでっていうことも思うんですが、こういう時は意外と続伸したりするっていうのありますんでね。踏み上げ、今日さすがに結構高いところまで行きましたから、踏み上げ的にもう一回買わされるパターンあると思うんですね。24,200 円が来週月曜の目標です。目標なし、予想じゃない。目標。まあ、そのぐらいかなと思って、意外と2万4000円硬いかもしれないな、なんてことを、ちょっと思ったりしております。ただ、こう、やっぱりそのバブル期以来の高値取って、そこから売られてきちゃったなっていうのは、ちょっと気になるんですよね。やっぱそれ意識して売りが出たのかな、みたいなことをちょっと思って、これ点線邪魔くさいですね。みたいなことをちょっと思いました。20年までしか出ないんで、ちょっとダメなんですけど、これでは。意外と上ね、ここの辺でちょっと止まってしまうかもしれませんので、皆さんご注意ください。はい。まあまあ、あの2万3000円みたいな、ちょっと、まあ何回かチャレンジしないと上ね、抜けないみたいなことがあるかもね。ですかね。はい、ということで、駆け足で見てまいりました。いろいろ見てまいりましたね。さすが期末、ということで以上、静香陽介の来週はこれを変えでした。